ビズ。東南アジアを歴訪中の岸田総理大臣は昨日ベトナムの陳首相と会談しました。伝統的にロシアとの関係が深いベトナムですが、会談でウクライナへの人道支援の実施を表明しました。ベトナム側がウクライナへの人道支援を表明したことについて、岸田総理は今回の外遊の成果だと胸を張りました。 ベトナムは初めてウクライナに人道支援を行うということを、首脳会談の機会に明らかにしたということ、これは一つ、われわれのこうした姿勢や思いに、共感してくれた部分ではないかというふうに思います。ベトナムは旧ソ連時代からロシアと友好関係にあり、国連の非難決議は棄権し、ロシアへの経済制裁にも加わっていません。 今回の岸田総理の歴訪に合わせて陳首相は初めてとなるウクライナへの人道支援を表明しました岸田総理もロシアに対しさまざまな理由で G7= 主要7カ国と同じ対応を取れない国は相当数あるとした上で主権や領土の一体性を尊重することや力による現状変更は認められないという基本的な考え方について日本がアジアの国々の足並みを揃え 連携しししていくたために努力ををする姿勢を強調しましたそれぞれの事情を抱える中で、ロシアや中国とつながりを強めるアジア各国を首脳会談をてこに、ウクライナ情勢でどこまで G7 側と歩調を合わせることができるのか、岸田総理のアジア歴訪は少なくない成果が求められていますアメリカのペロシ下院議長は1日、ウクライナの首都キーウを訪れ、 ゼレンスキー大統領と会談したと発表しましたペロシ氏はウクライナ国民に対し戦いが終わるまで寄り添い続けるなどと激励し支援を続ける姿勢を示しましたまたバイデン大統領が議会に要請したウクライナへの330億ドルおよそ4兆3000億円の追加支援の実現に向け取り組んでいると伝えましたウクライナのゼレンスキー大統領は1日 南東部マリウポリの製鉄所から100人以上の民間人が脱出したことを明らかにしましたゼレンスキー大統領はマリウポリで初めて2日間の停戦が実現し民間人100人以上を救出できたと述べ2日に南部ザポリージャに到着する予定だとしました退避作業は 国連と ICRC ・赤十字国際委員会がロシア・ウクライナと調整して実施していますが、製鉄所には今も民間人や負傷したウクライナ兵がとどまっているとされています。こうした中、ウクライナ東部のドネツク州やハルキウ州ではロシア軍の攻撃が続き、民間人8人が死亡したとそれぞれの州知事が伝えました。韓国で新型コロナウイルスの感染者が減少傾向にあることから、 屋外でのマスク着用義務が今日解除されました。解除初日の今日、通勤する人の様子を見ましても、マスクを外している人の姿も見られます。韓国政府は新型コロナ対策として国民に課している屋外でのマスク着用義務を今日解除しました。感染者が減少していることを受けての措置ですが、50人以上の集会やスポーツ観戦のほか。 屋内でのマスク着用義務は継続されます韓国では1日の新規感染者の数がピーク時の3月には60万人を超えましたが昨日確認された新規感染者は2万人余りとなっています今回の解除の判断について10日に発足するユン・次期政権は理解を示しつつ時期焦燥だと批判しています政府は10日に開かれる 韓国ののユン・ソンソル次期大大統領の就任式に、に林外務大臣を総理特使としして派遣する方向で調整に入りました。韓国側からは岸田総理大臣の出席を望む声がありましたがいわゆる元徴用工問題などが解決する見通しが立たないため岸田総理の訪韓は見送ります林大臣はユン次期大統領と会談する予定で新政権の対日政策の姿勢を見極める考えです 国民民主党は2日、両院議員総会を開き、日本維新の会との間で夏の参議院選挙に向けて、京都と静岡の選挙区で合意した相互推薦を白紙にすると決めました。維新との合意文書でございますが、4月20日付で行いましたいわゆる合意文書、まあ、これにつきましては、党内手続き,が歌詞が党内手続きに過失があったということで、 本日の役員会、全国間、そして両院議員総会でこれを白紙ということで白紙撤回することを全会一致で決まりました先月20日に両党で合意した文書では国民民主党が京都選挙区で維新公認候補を推薦する一方維新は静岡選挙区で国民民主党推薦の候補を推薦するとしていました。ただこのの文書の中に 両党による政権交代を目指すとの文言があり国民民主党内から維新との一部選挙区での連携にとどまらず全体的な連携につながる表現だとして反発が出ていましたこのため国民民主党は党内手続きに問題があったとして維新に文言の修正を打診しましたが維新がこれを拒否したため国民民主党として合意を破棄することを決定しました これに対し維新の藤田幹事長は国民民主党内の手続き上の問題で合意文書が白紙になったことは遺憾だとするコメントを発表しましたただ一方で国民民主党は問題があったのは合意文書のペーパーであるとして京都選挙区で維新の後任候補を改めて推薦することも決めましたロシアのラブロフ外相は5月9日の戦勝記念日が ウクライナでの特別軍事作戦に関係ないと語りましたタス通信によりますとラブロフ外相はイタリアのメディアに対し我々の軍の行動は戦勝記念日を含む特定の日に合わせることはしないと主張しましたまた戦勝記念日は例年と同様に厳粛に祝うと述べましたこうした中ウクライナ東部イジウム近郊では ロシア軍制服組のトップが訪れたとアメリカメディアが報じたロシア軍の重要拠点をウクライナ軍が攻撃しおよそ200人のロシア兵が死亡したとみられます北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で第一関区海上保安本部は今日運航会社の社長の自宅などを家宅捜索しました業務上過失致死の疑いで家宅捜索をしたのは 北海道斜里町にある運航会社、知床遊覧船の桂田精一社長の自宅や事務所などで。海上保安本部の職員が段ボールなどを抱えながら、事務所に入っていきました。業務上過失致の用意かかってますけど。海上保安本部は桂田社長ら関係者から事情聴取し。運航体制の実態解明を急いでいます。サブスクで EV の普及を図ります。 トヨタ自動車は、定額利用のサブスクリプションサービスで提供する新型の電気自動車 BZ4X の月額料金を八万八千二百二十円からにすると発表しました。国の補助金を適用した値段で、保険料や自動車税などの諸費用も含んでいますが、契約時には申し込み金として別に七十七万円かかります。BZ4X はトヨタで初めてとなる量産型の EV です。 アップルペイに独占禁止法違反の疑いです。EU のヨーロッパ委員会は2日、アメリカのアップルが決済サービスアップルペイをめぐってライバル企業の参入を妨げているとして、日本の独占禁止法にあたる EU 競争法違反の疑いがあると発表しました。決済アプリの開発者がアップルの端末内にあるハードウェアなどにアクセスできないようにすることで、 競争を阻害しているとしています正式に違反と認定されれば巨額な制裁金を課される可能性があります交絡日和で始まったゴールデンウィーク後半も各地でにぎわいを見せそうです久しぶりのこういう規制のないゴールデンウィークなのでひどい人がすごいなっていう正直びっくりしてます自然のものとか集めて秘密基地とか作りたい どこ行ったら何がしたい？いっぱい遊びたいです。いっぱい遊びたいです。3年ぶりの行動制限がないゴールデンウィークを満喫しようと、東京駅では帰省や旅行に向かう人で混雑していて、東海道新幹線の下りは自由席の最高乗車率が130%となっています。高速道路では関越道下り線が事故と故障者の影響により 高坂サービスエリア付近で35キロの渋滞。同じく下り線、東名高速伊勢原ジャンクション付近で40キロの渋滞となっています。ウクライナ南東部マリウポリの製鉄所では、依然として多くの民間人が残されているとみられますが、退避は難航している模様です。製鉄所で抵抗を続ける軍事組織アゾフ連隊は2日、 最大で200人の民間人が残されたままだと明らかにしました。ロシア軍による攻撃が続き、退避は難航している模様です。アゾフ連隊の副司令官は退避が進まないと窮状を訴えました。 一方、南部オデーサで2日学生寮や教会がミサイル攻撃を受け1人が死亡しましたロシアの軍事侵攻による民間人の死者は3000人を超えていますロシアのウクライナ侵攻の影響で3週間遅れとなりました日本の e 日本の EEZ 排他的経済水域でのサケマス漁が今日解禁され、前段が北海道根室市の漁港を出港しました。日本の EEZ で漁を行う場合でも、サケマスはロシアの川で生まれたため、ロシアに協力費を支払う必要があり、今年は漁獲量に応じて最大3億円で決着しました。 アメリカの高官はロシアがウクライナ南東部マリウポリの周辺に強制収容所を複数設置し住民を連行していると指摘しました OSCE= ヨーロッパ安全保障協力機構のアメリカのカーペンター大使は2日マリウポリの周辺に強制収容所が4か所設置されロシア軍が制圧した他の地域にも複数あるとの見方を示しました 強制収容所では、ウクライナ政府との関係を疑われた人物は暴行や拷問を受け、殺害されることもあるということです。また、カーペンター氏は、ウクライナ東部の新ロシア派が支配する地域で、ロシアが併合を画策していると明らかにしました。今月中旬にも、ロシア編入の是非を問う住民投票を強行する計画だとしています。 行動制限のないゴールデンウィークも後半がスタートし、各地の観光地は賑わいを見せています。毎年200万人を集める博多どんたく、3年ぶりの開催となりました。感染対策として沿道での観覧を控えるよう事前に呼びかけられていましたが、 例年より人出は少なめですが、それでも博多の町は祭り一色となっています参加者は例年の半分以下となりましたが、多くの人が伝統行事を楽しんでいました。 一方、山形でも米沢上杉祭りが3年ぶりに開催されました川中島合戦を再現したメインイベントを一目見ようとおよそ4万人の観客が集まりました 2>, 2日連続で関係先を家宅捜索しました北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で第1管区海上保安本部はきのうに続いて 業務上過失致死の疑いで運航会社が所有する別の観光船カズ3など関係先を家宅捜索しました一方警察などは海底に沈んだ船の内部に初めてカメラを入れて捜索しましたが行方不明者の姿は確認できていないとしています岸田総理が憲法9条の改正に意欲を示しました 国民の命と安全を守るため真剣に議論を深めていかなければなりません社会が大きく変化する今だからこそ我々は挑戦し続けなければならないのです憲法記念日の今日、岸田総理大臣は憲法改正を訴え,る訴える団体が開いた集会に自民党総裁としてビデオメッセージを寄せ 憲法9条への自衛隊の明記や緊急事態条項の新設などを盛り込んだ自民党の改憲案4項目について早期の実現が求められると述べ会見に強い意欲を示しました総裁任期中の改憲実現に向けて機運を高めたい考えです一方、護憲派の集会に参加した立憲民主党の奥野議員は ウクライナ問題を出しにして会見に突き進もうとする姿勢は許せないと会見の動きを批判しましたアメリカのバイデン大統領は3日、南部アラバマ州を訪れウクライナに供与している対戦車ミサイルジャベリンの製造工場を視察しました バイデン大統領は工場の従業員を前に演説しアメリカはウクライナに5000機以上のジャベリンを供給することでアメリカ兵を送ることもなく第三次世界大戦を回避できていると述べましたまたさらなる支援に向け総額およそ4兆3000億円の追加予算を承認するよう議会に訴えました ロシア軍は3日、ウクライナ西部リビウの変電所などをミサイルで攻撃しました。リビウ州知事などによりますと、変電所3カ所が攻撃によって損壊し、停電や断水が発生しました。市の中心部でもミサイルが着弾した模様です。こうした中、ゼレンスキー大統領は南東部マリウポリの製鉄所から退避した156人が3日、 避難先のザポリージャに無事到着しししたと発表しました製鉄所には依然、200人以上の民間人が残っているということですが、ロシア国防省は、ウクライナ兵が体制を立て直したことから攻撃を再開したと主張しました北朝鮮はきょう昼ごろ、1発の弾道ミサイルを日本海に向けて発射しました。 防衛省によりますと、ミサイルは最高高度およそ800キロで、500キロ程度飛翔し、日本の EEZ、排他的経済水域の外に落下したと推定されます。国際社会の平和と安全・安定を脅かすものであり、これ断じて容認、えー、はできません。岸田総理は北朝鮮を強く非難し、政府は大使館ルートを通じて北朝鮮に抗議しました。 北朝鮮は先月、新型戦術誘導兵器と称する飛翔体を発射するなど、ミサイルの発射を繰り返しています。日本の総理として8年ぶりの会談となりました。岸田総理大臣は、日本の総理として8年ぶりにバチカンを訪れ、ローマ教皇フランシスコと会談し、岸田総理の持論である核兵器のない世界の実現に向けて協力することで一致しました。 またロシアによるウクライナ侵攻について非道な侵略を終わらせ平和を取り戻す考えでも一致しましたこの後岸田総理は G7 主要7カ国のメンバーであるイタリアのドラギ首相とも会談し強力な制裁を実施してウクライナ支援を強化する方針を確認しました船内の様子が公開されました 北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で、第一管区海上保安本部は水中カメラで昨日撮影された船内の画像10枚を公開しました。画像には客室内の様子が複数の角度から撮影されているほか、船の左舷と後部にある出入り口付近や船橋の様子も映されています。しかし、いずれの画像にも 行方不明者と見られる姿は映っていませんでした全米に波紋が広がっていますアメリカの連邦最高裁が人口妊娠中絶を憲法上の権利と認めた判決を覆す可能性があると報じられたことを受け中絶する権利の擁護を求めるデモが3日各地で行われました最高裁は 報道された多数派意見の走行は本物だと認める一方、最終的な判断ではないとしています。次世代の半導体開発を加速します。アメリカを訪問中の萩生田経済産業大臣は3日、日米企業が参画する最新鋭の半導体研究施設を視察しました。それを踏まえ、日米両政府が次世代の半導体開発に向けて 新たなタスクフォースを立ち上げる検討に入ったことがテレビ東京の取材で分かりました萩生田大臣は4日以降アメリカのレモンド商務長官らと面会し次世代の半導体開発について協議した上で経済安全保障を強化する共同声明を発表する見通しですアメリカを訪れている岸防衛大臣は4日ワシントンでオースティン国防長官と会談し 抑止力などの強化を早急に具体化させる方針で一致しました。日米同盟の抑止力対処力を強化することはまったなしであります。岸大臣とオースティン国防長官は、中国の威圧的行動を抑止し、必要なら対処するための連携を強化すると申し合わせました。 オースティン国防長官は、日本の防衛について、核と通常兵器を含むあらゆる軍事能力による拡大抑止への決意を再確認すると明言しました。また、北朝鮮に対しては、日米韓3カ国で緊密な連携を取ることを確認しました。アメリカの中央銀行にあたる FRB、連邦準備制度理事会は4日、FOMC、連邦公開市場委員会で 二十二年ぶりとなる、零点五パーセントの利上げを決めました。利上げは二回連続で、通常の二倍となる。零点五パーセントの大幅な引き上げは。二千年五月以来、二十二年ぶりとなります。また、F. R. B. の保有資産の縮小も六月に開始し。記録的な物価高の抑制へ。 金融引き締めを一気に加速する方針です大幅利上げと量的引き締めと呼ばれる資産縮小の同時決定は異例です日米の金利差が拡大し円安が進むと日本の消費者がさらなる輸入品の値上がりに直面する可能性もありますロシア軍による激しい攻撃が続くウクライナ南東部のマリウポリでロシア国防省は4日製鉄所にいる民間人の退避に向け 3日間の停戦を発表しましたロシア国防省は声明で戦闘停止はロシア指導部の決定によると説明した上で製鉄所内にいる民間人退避に向け3日間、日中は停戦すると発表しました一方、製鉄所に立てこもるアゾフ連隊の司令官は4日製鉄所では血みどろの戦いが繰り広げられていると訴えました こうした中、ロシアのペスコフ大統領報道官は、プーチン大統領が9日に戦争へ拡大するとの見方について、ありえないと述べ、否定しました昨日新たに人の骨のようなものと黒っぽい衣類が見つかった山梨県道志村では、今日も40人体制での捜索が続いています。昨日見つかっった衣類は黒っぽい長袖のハイネックで 2019年に行方不明になった小倉美咲さんの当時の服装と特徴が似ていることから警察が関連を調べています知床沖の観光船事故行方がわからない12人の捜索は難航していますきょう午前に始まった海上自衛隊による水中カメラ調査は天候不良で中断されましたこうした中第一管区海上保安本部は 3日に警察が船内に侵入させた水中カメラが撮影後に操作不能となり回収できなくなっていると明らかにしました船内の突起物にケーブルが引っかかった可能性があるということです3年ぶりの新型コロナによる行動制限がないゴールデンウィークを故郷や交絡地で過ごした人たちの U ターンラッシュがピークを迎えています日本道路交通情報センターによりますと 高速道路の上り線は午後4時半現在、東名高速道路つぶらのトンネル付近で20キロ、関越自動車道高坂サービスエリア付近で38キロ、東北自動車道羽生パーキングエリア付近で28キロの渋滞となっています。一方、東海道新幹線の上りは午後一部の列車で指定席の予約が満席となりました。

地日派の起用が有力となっています韓国のユン・ソンニョル次期政権が駐日大使として政治学者のユン・ドクミン氏を検討していることが分かりました韓国メディアは事実上内定しているとも伝えていますユン・ドクミン氏は日本語も堪能な日本通で先月には政策協議団の一員として岸田総理大臣とも面会しています 国務長官が新型コロナ陽性ですアメリカ国務省はブリンケン国務長官が4日新型コロナウイルス検査で陽性になったと発表しました軽症のため自宅で仕事を続ける予定だということですまたバイデン大統領とはここ数日間対面での接触はなかったとしています一方5日に予定されていた 対中国戦略に関する演説は延期となりました。輸入規制が撤廃される見通しです。イギリス政府は4日、東京電力福島第一原発事故後に導入した福島県産食品の輸入規制を来月末までに撤廃すると明らかにしました。イギリス政府は福島産のキノコ類や一部の水産物など9県の 延べ十三品目を輸入する際に検査証明書の提出を義務付けていましたロシア産の石油について協議する可能性がありますアメリカのバイデン大統領は4日ロシアへの追加制裁について州内に G7 主要7カ国の首脳と協議することを明らかにしました EU ・ヨーロッパ連合が追加制裁案として発表したロシア産の石油の輸入禁止などが議題となる可能性があります半導体の安定供給などに向け連携を強化しますアメリカを訪問中の萩生田経済産業大臣は4日バイデン政権の閣僚と相次いで会談し 半導体開発の強化やサプライチェーンの強靭化に向けた基本原則で合意しました。日米が半導体に関して政府レベルで協力体制を構築するのは初です。また、有事の際の半導体不足に備えてホットラインを新設するなど、両国間の供給体制の強化も進めます。 うん、今のニュースあの、山川さん、日米の間で、はい、その先端半導体、この技術協力を進めていくということですけれども、これはどういうふうに私はあの半導体というのは、はい、ロシアへの制裁を考える上でも鍵を握っていると思ってるんですね。でこれまであの西側諸国というのは あの主に3種類の経済制裁をかけてきている、まあ、いわば3本の矢なんですけれども、はい、その中でまず着手したこの金融の制裁ですね、これについては、ロシア側の,この通貨防衛策によって、今のところ、このルーブルが根を戻してきてますから、やはりその効果は限定的だと言えると思うんです、ね、2つ目の,そのエネルギーの制裁については、はい、EU が石油の輸入禁止に動く方向となりましたよね、うんはい、これもね、効果は不透明だと私は思っています。といううのはよ、まあ、よく言われるように このインフレだとか電力不足を招く、あのいわゆるあの返り血を制裁するが浴びますから、これから先どの程度本当に結束するのか。そもそも日本政府自身が石油についてはまだスタンスがふらついている状況なんですよね。で、仮に g7 を中心とした。その先進国が結束できたとしても、これあのブリックスに属している。国っていうのはどこも今制裁加わってない状況ですから、人口対比で見たら圧倒的に多い。規模でこれエネルギーを買います。側に動くその。 ですから、はい、その2本の矢というのは決定打にはならないので、うんはい、3本目の矢が出てくるわけですね、はい、私はこれが一番効くんじゃないかこれはハイ,ハイテク製品の封じ込めいわゆるあのハイテクの兵糧攻めですね。 これ今あのロシアが使っているその現代の兵器というのはもう例えばもう無人で標的に向かって誘導されていくような兵器ですからこれはもう半導体だとかあるいは通信システムその精密部品こういうものがなくして動かないわけですですからウクライナ側に軍事支援を継続しつつそういうハイテクの兵糧攻めによってロシア側の,その戦力を削いでいくというこれが一番効いていくんじゃないかなと私は思います。 ただそれも例えば中国などが支援に回るなど、はい、抜け穴があるのでではないですかあの現時点では中国でも例えば先端の半導体だとか、はい、あるいはソフトウェアこういうものは作れないものが多いです。ですから、まあ、これからあのこの戦争というのは短期で終わることはまずない。 やはりこう長期的にお互いの我慢比べになるわけですからロシアの,その弱点をしっかり見極めつつ、うんはい、いかにその急所のところをついていくか結束してこれが大事になると思います急所、ハイテク製品ということですね、はい、イギリスの石油大手、シェルが発表した1月から3月期の純利益は資源価格の上昇などを受けて25.7%の大幅な増益でした。ただロシアからの事業撤退などで生じる費用として 42億3500万ドルおよそ5500億円の損失を計上しました石油ガス開発事業サハリン通関連も中心に減損損失などが生じましたではここで4日の FOMC を振り返ります FRB はこの FOMC で政策金利を0.5ポイント引き上げることを決定しました通商の2倍に当たる0.5ポイントの利上げは 2000年年月以来、22年ぶりです。<Hi, Victoria. S 2> FRB は0.5ポイントの利上げで政策金利を年0.75%から1%の間に誘導します。声明文では、 ロシアによるウクライナ侵攻や中国でのロックダウン、都市封鎖などの影響を踏まえ、インフレのリスクを強く注視していると明記しました。今後の利上げペースについてパウエル議長は、今後2回の会合で0.5ポイントの利上げが選択肢にあるとの認識を示しました。その上で、市場で観測が高まっていた0.75ポイントの利上げについては慎重な姿勢を示しました。 また、FRB はバランスシートの縮小を6月から始めることも決定しました6月から8月は国債と MBS、住宅ローン担保証券を合わせて毎月475億ドルを上限に資産を減らします 9月以降は毎月950億ドルを上限に縮小を進める方針ですイングランド銀行は5日政策金利を0.25ポイント引き上げ1%にすると発表しました FRB と同じく高い水準の物価上昇に対応する形です利上げは4回合連続でリーマンショック直後の2009年以来13年ぶりの高い水準となっています 声明ではほとんどのメンバーの意見として今後数ヶ月追加の引き締めが適切かもしれないと判断したとしていますロシア軍による包囲が続くウクライナ南東部マリウポリの製鉄所でウクライナ側の部隊はい日、ロシア側が停戦の約束を破り民間人の退避を許さなかったと訴えましたマリウポリの製鉄所をめぐっては ロシアが4日に民間人退避のため日中の戦闘を3日間停止すると発表していましたしかし製鉄所で抵抗を続けるウクライナ側の部隊は血みどろの戦いが続いていると強調した上でロシアが民間人の退避を許さなかったとしてロシアの停戦破りを非難しています こうした中、ウクライナのゼレンスキー大統領は5日に公開したビデオ演説で製鉄所に取り残された民間人の救出に向けロシア側との交渉を続ける姿勢を示しました。一方、ロシア大統領府によりますとプーチン大統領はイスラエルのベネット首相との電話会談で製鉄所からの民間人退避に協力する用意があると述べたということです。 EU ・ヨーロッパ連合は5日、ミシェル大統領とフォンデアライエン委員長が来週訪日し、12日に岸田総理と首脳会談を行うと明らかにしました。両首脳の訪日は2019年12月の就任後、初めてです。 会談ではロシアのウクライナ侵攻をめぐりロシアへの制裁やウクライナ支援について協力を確認するとともに覇権的な動きを強める中国への対応についても協議する見通しです北海道の知床トコ沖で観光船が沈没した事故で第一管区海上保安本部などは今日も行方が分かっていない12人の捜索を続けていますロシアが実行支配するくなしり島周辺の海域まで捜索範囲を広げ 巡視船などが捜索にあたっています海上保安庁は運航会社シレトコ遊覧船の桂田誠一社長から任意で事情を聞くなど安全管理上の過失がなかったか調べていますイスラエル政府によりますとロシアのプーチン大統領はウクライナ南東部マリウポリの製鉄所に取り残されている民間人をめぐり国連などが関与する退避を許可すると約束しました これはイスラエルのベネット首相がプーチン大統領と5日に行った電話会談での発言だということですこの中でベネット首相は民間人の退避実現を求めプーチン大統領は協力する用意があると述べたということです マリウポリの製鉄所には子どもを含む200人以上の民間人が取り残されているとされますが国連の安全保障理事会は5日ウクライナ情勢をめぐる会合を開き民間人を避難させる新たな計画が進行中だと明らかにしました一方ロシアのラブロフ外相が1日に公開されたイタリアメディアのインタビューでヒトラーはユダヤ系だったと発言したことについて イスラエル政府はプーチン大統領が謝罪したと発表しましたおよそ7年ぶりりの高い水準となりました。総務省がきょう発表した東京特区部の4月の生鮮食品を除く消費者物価指数は101.3で1年前に比べ1.9%上昇しました8ヶ月連続のプラスで上げ幅は2015年3月以来7年1ヶ月ぶりの大きさとなりました これまで物価を押し下げていた携帯電話の通信量値下げによる効果が一巡したほか原原油や原材料の価格上昇が影響しましまた。ウクライナ侵攻を続けるロシアをめぐって岸田総理大臣は資産凍結の対象となる個人をおよそ140人加えるなど4項目の追加制裁を発表しました。 ロシアへの新たな追加制裁は資産を凍結する個人をおよそ140人加えるほか輸出禁止の対象となるロシアの軍事団体をさらにおよそ70追加しますまた量子コンピューターといった先端的な物品のロシア向けの輸出を禁止しロシアの銀行の資産凍結対象も追加しますこうした制裁について岸田総理は ウクライナはあすの東アジアかもしれないという危機感を背景に対ロシア政策を転換し毅然とした対応をしていると強調しましたアメリカのバイデン大統領は5日サキ大統領報道官が13日に退任し後任にカリーン・ジャンピエール副報道官を昇格させると発表しました黒人が大統領報道官になるのは初めてで多様性を重んじるバイデン政権を象徴する人事となります バイデン大統領は声明で、ジャンピエール氏について、経験と才能、高潔さがあり、私やこの政権を代弁する力強い声になると強調しました。アメリカの電気自動車大手、テスラのイーロン・マスク CEO が、ツイッター社の買収を完了した後の数ヶ月間、ツイッター社の暫定的な CEO に就く見通しだと、アメリカのメディアが報じました。 21年11月に CEO に就任したアグラワル氏は退任するとみられます一方およそ5兆7千億円に上る巨額の買収資金をめぐりマスク氏が出資者を確保したことが明らかになりましたアメリカオラクルの共同創業者ラリー・エリソン氏など18のファンドや個人からおよそ9300億円を調達するということです 自己資金を減らすことで負担の軽減を図るほか、私物化への懸念を払拭する狙いもありそうです。日本航空は、23年3月期の業績予想について、純利益が450億円となり、黒字に転換するとの見通しを発表しました。黒字は3期ぶりです。日本航空によりますと、新型コロナウイルスやウクライナ情勢、原油価格の高騰など、 経営環境は不透明さを増しているものの国内の旅客需要はコロナ前の9割程度まで回復すると見込んでいます同時に発表した22年3月期の決算は最終損益が1775億円の赤字でした ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、4月に沈没したロシア国会艦隊の機関モスクワは、アメリカからの情報をもとにウクライナ軍がミサイル攻撃したことが明らかになりました。アメリカの NBC テレビによりますと、オデーサ南方の国会を航行していた艦船について、ウクライナ軍がアメリカ側に情報提供を求めました。 アメリカ側はモスクワと特定して位置を確認し、その後、ウクライナ軍がミサイルで攻撃したということです。アメリカ国防総省のカービー報道官は、ウクライナ防衛のための情報は提供しているとした上で、ウクライナが自ら決定し行動していると強調しました。こうした中、ウクライナの政府高官は5日、 ロシアのプーチン大統領が戦勝記念日にあたる9日にも東部のドネツクとルハンシクの2つの州を含む実効支配地域の併合に言及する可能性があるとの見方を示しました国民民主党は日本維新の会と共同会見を開き夏の参議院選挙の京都選挙区で維新の公認候補を国民民主党が推薦すると改めて発表しました 参院選の静岡と京都の選挙区をめぐって、国民民主党は維新との間で相互推薦を行う方針でしたが、合意文書に盛り込まれた政権交代を目指すとの文言などが党内で反発を招き、白紙撤回ししていました。今回の選挙は自民党の議席を1つでも減らす、ベストの選択をさせていただいたと。 国民民主党の前原氏は、自民党の議席を減らすとして、京都選挙区では国民民主党が維新の候補を推薦するとしてしました。東京都が物価高への対策を行います。電気代とか食料品などそこに対して家計をサポートするという形にするようにま設計をしていきたい。 東京都の小池知事は今日電気料金や食料品などの値上がりへの対策としてプレミアム付きのデジタル商品券を発行する考えを明らかにしました関係者によりますと予算の規模は100億円を軸に調整していて来月の都議会に提出する補正予算案に盛り込む方向で検討しています東京都で今日新型コロナの感染者が 新たに2681人確認されました先週の金曜日より1212人減って25日連続前の週を下回りました重症者は8人ですまた5人の死亡が報告されました東南アジアを歴訪中の岸田総理大臣は昨日ベトナムのチェン首相と会談しました 伝統的にロシアとの関係が深いベトナムですが、会談でウクライナへの人道支援の実施を表明しました。ベトナム側がウクライナへの人道支援を表明したことについて、岸田総理は今回の外遊の成果だと胸を張りました。ベトナムは初めてウクライナに人道支援を行うということを首脳会談の機会に明らかにしたということ。これは一つ、我々の こうした姿勢や思いに共感してくれた部分ではないかというふうに思いますベトナムは旧ソ連時代からロシアと友好関係にあり国連の非難決議は棄権しロシアへの経済制裁にも加わっていません今回の岸田総理の歴訪に合わせて陳首相は初めてとなるウクライナへの人道支援を表明しました岸田総理もロシアに対しさまざまな理由で G7 主要7カ国と同じ対応を取れない国は相当数あるとした上で主権や領土の一体性を尊重することや力による現状変更は認められないという基本的な考え方について日本がアジアの国々の足並みを揃え連携していくために努力をする姿勢を強調しました。 それぞれの事情を抱える中でロシアや中国とつながりを強めるアジア各国を首脳会談をてこにウクライナ情勢でどこまで G7 側と歩調を合わせることができるのか岸田総理のアジア歴訪は少なくない成果が求められていますアメリカのペロシ下院議長は1日ウクライナの首都キーウを訪れ ゼレンスキー大統領と会談したと発表しましたペロシ氏はウクライナ国民に対し戦いが終わるまで寄り添い続けるなどと激励し支援を続ける姿勢を示しましたまたバイデン大統領が議会に要請したウクライナへの330億ドルおよそ4兆3000億円の追加支援の実現に向け取り組んでいると伝えましたウクライナのゼレンスキー大統領は1日 南東部マリウポリの製鉄所から100人以上の民間人が脱出したことを明らかにしましたゼレンスキー大統領はマリウポリで初めて2日間の停戦が実現し民間人100人以上を救出できたと述べ2日に南部ザポリージャに到着する予定だとしました退避作業は 国連と ICRC ・赤十字国際委員会がロシア・ウクライナと調整して実施していますが製鉄所には今も民間人や負傷したウクライナ兵がとどまっているとされていますこうした中、ウクライナ東部のドネツク州やハルキウ州ではロシア軍の攻撃が続き、民間人8人が死亡したとそれぞれの州知事が伝えました韓国で新型コロナウイルスの感染者が減少傾向にあることから 屋外でのマスク着用義務が今日解除されました。解除初日の今日、通勤する人の様子を見ましても、マスクを外している人の姿も見られます。韓国政府は新型コロナ対策として国民に課している屋外でのマスク着用義務を今日解除しました。感染者が減少していることを受けての措置ですが、50人以上の集会やスポーツ観戦のほか。 屋内でのマスク着用義務は継続されます韓国では1日の新規感染者の数がピーク時の3月には60万人を超えましたが昨日確認された新規感染者は2万人余りとなっています今回の解除の判断について10日に発足するユン・次期政権は理解を示しつつ時期焦燥だと批判しています 政府は10日に開かれる韓国のユン・ソンニョル次期大統領の就任式に林外務大臣を総理特使として派遣する方向で調整に入りました韓国側からは岸田総理大臣の出席を望む声がありましたがいわゆる元徴用工問題などが解決する見通しが立たないため岸田総理の訪韓は見送ります林大臣はユン次期大統領と会談する予定で 新政権の対日政策の姿勢を見極める考えです国民民主党は2日、両院議員総会を開き日本維新の会との間で夏の参議院選挙に向けて京都と静岡の選挙区で合意した相互推薦を白紙にすると決めました維新との合意文書でございますが4月20日付で行いましたいわゆる合意文書まあ、これにつきましては 党内,内手続きに過失があったということで本日の役員会、全国間そして両院議員総会でこれを白紙ということで白紙撤回することを全会一致で決まりました先月20日に両党で合意した文書では国民民主党が京都選挙区で維新公認候補を推薦する一方 維新は静岡選挙区で国民民主党推推薦薦の候補を推薦するとししていました,ただ、この文書の中に両党による政権交代を目指すとの文言があり国民民主党内から維新との一部選挙区での連携にとどまらず全体的な連携につながる表現だとして反発が出ていましたこのため国民民主党は党内手続きに問題があったとして維新に文言の修正を打診しましたが 維新がこれを拒否したため国民民主党として合意を破棄することを決定しましたこれに対し維新の藤田幹事長は国民民主党内の手続き上の問題で合意文書が白紙になったことは遺憾だとするコメントを発表しましたただ一方で国民民主党は問題があったのは合意文書のペーパーであるとして京都選挙区で維新の公認候補を改めて推薦することも決めました ロシアのラブロフ外相は、5月9日の戦勝記念日がウクライナでの特別軍事作戦に関係ないと語りました。タス通信によりますと、ラブロフ外相はイタリアのメディアに対し、我々の軍の行動は戦勝記念日を含む特定の日に合わせることはしないと主張しました。また、戦勝記念日は例年と同様に厳粛に祝うと述べました。 こうした中、ウクライナ東部イジウム近郊では、ロシア軍制服組のトップが訪れたとアメリカメディアが報じたロシア軍の重要拠点をウクライナ軍が攻撃し、およそ200人のロシア兵が死亡したとみられます。北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で、第一艦区海上保安本部は今日運航会社の社長の自宅などを家宅捜索しました。 業務上過失致死の疑いで家宅捜索をしたのは北海道斜里町にある運航会社、知床遊覧船の桂田精一社長の自宅や事務所などで海上保安本部の職員が段ボールなどを抱えながら事務所に入っていきました。海上保安本部は桂田社長らら関係者から事情聴取し 運行体制の実態解明を急いでいますサブスクで EV の普及を図りますトヨタ自動車は定額利用のサブスクリプションサービスで提供する新型の電気自動車 BZ4X の月額料金を88,220円からにすると発表しました国の補助金を適用した値段で保険料や自動車税などの諸費用も含んでいますが 契約時には申し込み金として別に七十七万円かかります。BZ4X はトヨタで初めてとなる量産型の EV です。Apple Pay に独占禁止法違反の疑いです。EU のヨーロッパ委員会は2日、アメリカのアップルが決済サービス Apple Pay をめぐってライバル企業の参入を妨げているとして、日本の独占禁止法にあたる。 EU 競争法違反の疑いがあると発表しました決済アプリの開発者がアップルの端末内にあるハードウェアなどにアクセスできないようにすることで競争を阻害しているとしています正式に違反と認定されれば巨額な制裁金を課される可能性があります交楽日和で始まったゴールデンウィーク後半も各地でにぎわいを見せそうです

東海道新幹線の下りは自由席の最高乗車率が130%となっています。高速道路では関越道下り線が事故と故障者の影響により高坂サービスエリア付近で35キロの渋滞、同じく下り線、東名高速伊勢原ジャンクション付近で40キロの渋滞となっています。ウクライナ南東部マリウポリの製鉄所では、 依然として多くの民間人が残されているとみられますが、退避は難航している模様です。静鉄所で抵抗を続ける軍事組織アゾフ連隊は2日、最大で200人の民間人が残されたままだと明らかにしました。ロシア軍による攻撃が続き、退避は難航している模様です。アゾフ連隊の副司令官は退避が進まないと窮状を訴えました。 Чути голоса ще живих людей. І це надзвичайно важко зробити без спеціальної техніки. Розумієте, для ну я кажу, ну нам вкрай необхідно, якщо ми хочемо спасти цих людей ще техніка. І по нам до Одеса Дефтска каксиріоя ва місайдикорінга нін Лосяно коєте імас. Росія но цанзеніокотемас, лосяно но синконое де 三週間遅れとなりました。日本の EEZ ・排他的経済水域でのサケマス漁が今日解禁され、船団が北海道根室市の漁港を出港しました。日本の EEZ で漁を行う場合でも、サケ・マスはロシアの川で生まれたため、ロシアに協力費を支払う必要があり、 今年は漁獲量に応じて最大3億円で決着しましまた。アメリカの高官はロシアがウクライナ南東部マリウポリの周辺に強制収容所を複数設置し住民を連行していると指摘しました。 OSCE= ヨーロッパ安全保障協力機構のアメリカのカーペンター大使は2日マリウポリの周辺に強制収容所が4か所設置されロシア軍が制圧した他の地域にも複数あるとの見方を示しました強制収容所ではウクライナ政府との関係を疑われた人物は暴行や拷問を受け殺害されることもあるということです またカーペンター氏はウクライナ東部の新ロシア派が支配する地域でロシアが併合を画策していると明らかにしました今月中旬にもロシア編入の是非を問う住民投票を強行する計画だとしています行動制限のないゴールデンウィークも後半がスタートし各地の観光地はにぎわいを見せています 毎年200万人を集める博多どんたく3年ぶりの開催となりました感染対策として沿道での観覧を控えるよう事前に呼びかけられていましたが例年より人手は少なめですがそれでも博多の街は祭り一色となっています参加者は例年の半分以下となりましたが多くの人が伝統行事を楽しんでいました 一方、山形でも米沢上杉祭りが3年ぶりに開催されました川中島合戦を再現したメインイベントを一目見ようとおよそ4万人の観客が集まりました 2>, 2日連続で関係先を家宅捜索しました北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で 1> 第1管区海上保安本部はきのうに続いて業務上過失致死の疑いで運航会社が所有する別の観光船、カズスリーなど関係先を家宅捜索しました一方、警察などは海底に沈んだ船の内部に初めてカメラを入れて捜索しましたが行方不明者の姿は確認できていないとしています 岸田総理が憲法9条の改正に意欲を示しました国民の命と安全を守るため真剣に議論を深めていかなければなりません社会が大きく変化する今だからこそ我々は挑戦し続けなければならないのです憲法記念日の今日、岸田総理大臣は憲法改正を訴え訴える団体が開いた集会に 自民党総裁としてビデオメッセージを寄せ憲法9条への自衛隊の明記や緊急事態条項の新設などを盛り込んだ自民党の会見案4項目について早期の実現が求められると述べ会見に強い意欲を示しました総裁任期中の会見実現に向けて機運を高めたい考えです 一方、五憲派の集会に参加した立憲民主党の奥野議員はウクライナ問題を出しにして会見に突き進もうとする姿勢は許せないと会見の動きを批判しました。アメリカのバイデン大統領は3日、南部アラバマ州を訪れウクライナに供与している対戦車ミサイル、ジャベリンの製造工場を視察しました。 バイデン大統領は工場の従業員を前に演説しアメリカはウクライナに5000機以上のジャベリンを供給することでアメリカ兵を送ることもなく第三次世界大戦を回避できていると述べましたまたさらなる支援に向け総額およそ4兆3000億円の追加予算を承認するよう議会に訴えました ロシア軍は3日、ウクライナ西部リビウの変電所などをミサイルで攻撃しましたリビウ州知事などによりますと変電所3カ所が攻撃によって損壊し停電や断水が発生しました市の中心部でもミサイルが着弾した模様ですこうした中、ゼレンスキー大統領は南東部マリウポリの製鉄所から退避した156人が3日 避難先のザポリージャに無事到着しししたと発表しました製鉄所には依然、200人以上の民間人が残っているということですが、ロシア国防省は、ウクライナ兵が態勢を立て直したことから攻撃を再開したと主張しました。北朝鮮はきょう昼ごろ、1発の弾道ミサイルを日本海に向けて発射しました。 防衛省によりますと、ミサイルは最高高度およそ800キロで、500キロ程度飛翔し、日本の EEZ、排他的経済水域の外に落下したと推定されます。国際社会の平和と安全・安定を脅かすものであり、これ断じて容認、えー、はできません。岸田総理は北朝鮮を強く非難し、政府は大使館ルートを通じて北朝鮮に抗議しました。 北朝鮮は先月、新型戦術誘導兵器と称する飛翔体を発射するなど、ミサイルの発射を繰り返しています。日本の総理として八年ぶりの会談となりました。岸田総理大臣は、日本の総理として八年ぶりにバチカンを訪れ、ローマ教皇フランシスコと会談し、岸田総理の持論である核兵器のない世界の実現に向けて協力することで一致しました。 またロシアによるウクライナ侵攻について非道な侵略を終わらせ平和を取り戻す考えでも一致しましたこの後岸田総理は G7 主要7カ国のメンバーであるイタリアのドラギ首相とも会談し強力な制裁を実施してウクライナ支援を強化する方針を確認しました船内の様子が公開されました 北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で、第一艦区海上保安本部は水中カメラで昨日撮影された船内の画像10枚を公開しました。画像には客室内の様子が複数の角度から撮影されているほか、船の左舷と後部にある出入り口付近や船橋の様子も映されています。しかし、いずれの画像にも、 行方不明者と見られる姿は映っていませんでした全米に波紋が広がっていますアメリカの連邦最高裁が人口妊娠中絶を憲法上の権利と認めた判決を覆す可能性があると報じられたことを受け中絶する権利の擁護を求めるデモが3日各地で行われました最高裁は 報道された多数派意見の走行は本物だと認める一方最終的な判断ではないとしています次世代の半導体開発を加速しますアメリカを訪問中の萩生田経済産業大臣は3日日米企業が参画する最新鋭の半導体研究施設を視察しましたそれを踏まえ日米両政府が次世代の半導体開発に向けて 新たなタスクフォースを立ち上げる検討に入ったことがテレビ東京の取材で分かりました萩生田大臣は4日以降アメリカのレモンド商務長官らと面会し次世代の半導体開発について協議した上で経済安全保障を強化する共同声明を発表する見通しですアメリカを訪れている岸防衛大臣は4日ワシントンでオースティン国防長官と会談し 抑止力などの強化を早急に具体化させる方針で一致しました。日米同盟の抑止力対処力を強化することはマウなしであります。日米同盟岸大臣とオースティン国防長官は、中国の威圧的行動を抑止し、必要なら対処するための連携を強化すると申し合わせました。 オースティン国防長官は日本の防衛について核と通常兵器を含むあらゆる軍事能力による拡大抑止への決意を再確認すると明言しましたまた北朝鮮に対しては日米韓3カ国で緊密な連携を取ることを確認しましたアメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は4日 FOMC 連邦公開市場委員会で 二十二年ぶりとなる、零点五パーセントの利上げを決めました。利上げは二回連続で、通常の二倍となる。零点五パーセントの大幅な引き上げは、二千年五月以来、二十二年ぶりとなります。また、F. R. B. の保有資産の縮小も六月に開始し。記録的な物価高の抑制へ。 金融引き締めを一気に加速する方針です大幅利上げと量的引き締めと呼ばれる資産縮小の同時決定は異例です日米の金利差が拡大し円安が進むと日本の消費者がさらなる輸入品の値上がりに直面する可能性もありますロシア軍による激しい攻撃が続くウクライナ南東部のマリウポリでロシア国防省は4日製鉄所にいる民間人の退避に向け 3日間の停戦を発表しましたロシア国防省は声明で戦闘停止はロシア指導部の決定によると説明した上で製鉄所内にいる民間人退避に向け3日間、日中は停戦すると発表しました一方、製鉄所に立てこもるアゾフ連隊の司令官は4日製鉄所では血みどろの戦いが繰り広げられていると訴えました こうした中、ロシアのペスコフ大統領報道官は、プーチン大統領が9日に戦争へ拡大するとの見方について、ありえないと述べ、否定しました。昨日新たに人の骨のようなものと黒っぽい衣類が見つかった山梨県道志村では、今日も40人体制での捜索が続いています。昨日見つかっった衣類は黒っぽい長袖のハイネックで 2019年に行方不明になった小倉美咲さんの当時の服装と特徴が似ていることから警察が関連を調べています知床沖の観光船事故行方がわからない12人の捜索は難航していますきょう午前に始まった海上自衛隊による水中カメラ調査は天候不良で中断されましたこうした中第一管区海上保安本部は 3日に警察が船内に侵入させた水中カメラが撮影後に操作不能となり、回収できなくなっていると明らかにしました。船内の突起物にケーブルが引っかかった可能性があるということです。3年ぶりの新型コロナによる行動制限がないゴールデンウィークを、ふるさとや交絡地で過ごした人たちの U ターンラッシュがピークを迎えています。日本道路交通情報センターによりますと、 高速道路の上り線は午後4時半現在、東名高速道路つぶらのトンネル付近で20キロ、関越自動車道高坂サービスエリア付近で38キロ、東北自動車道羽生パーキングエリア付近で28キロの渋滞となっています。一方、東海道新幹線の上りは午後一部の列車で指定席の予約が満席となりました。

地日派の起用が有力となっています韓国のユン・ソンニョル次期政権が駐日大使として政治学者のユン・ドクミン氏を検討していることが分かりました韓国メディアは事実上内定しているとも伝えていますユン・ドクミン氏は日本語も堪能な日本通で先月には政策協議団の一員として岸田総理大臣とも面会しています 国務長官が新型コロナ陽性ですアメリカ国務省はブリンケン国務長官が4日新型コロナウイルス検査で陽性になったと発表しました軽症のため自宅で仕事を続ける予定だということですまたバイデン大統領とはここ数日間対面での接触はなかったとしています一方5日に予定されていた 対中国戦略に関する演説は延期となりました輸入規制が撤廃される見通しですイギリス政府は4日東京電力福島第一原発事故後に導入した福島県産食品の輸入規制を来月末までに撤廃すると明らかにしましたイギリス政府は福島産のキノコ類や一部の水産物など9件の 延べ23品目を輸入する際に検査証明書の提出を義務付けていましたロシア産の石油について協議する可能性がありますアメリカのバイデン大統領は4日ロシアへの追加制裁について州内に G7 主要7カ国の首脳と協議することを明らかにしました EU ・ヨーロッパ連合が追加制裁案として発表したロシア産の石油の輸入禁止などが議題となる可能性があります半導体の安定供給などに向け連携を強化しますアメリカを訪問中の萩生田経済産業大臣は4日バイデン政権の閣僚と相次いで会談し 半導体開発の強化やサプライチェーンの強靭化に向けた基本原則で合意しました日米が半導体に関して政府レベルで協力体制を構築するのは初ですまた有事の際の半導体不足に備えてホットラインを新設するなど両国間の供給体制の強化も進めます うん、今のニュースあの、山川さん、日米の間で、はい、その先端半導体、この技術協力を進めていくということですけれども、これはどういうふうに私はあの半導体というのは、はい、ロシアへの制裁を考える上でも鍵を握っていると思ってるんですね。でこれまであの西側諸国というのは あの主に三種類の経済制裁をかけてきている、まあいわば三本の矢なんですけども、はい、その中でまず着手したこの金融の制裁ですね。これについてはロシア側のこの通貨防衛策によって今のところこのルーブルが値を戻してきてますから、やはりその効果は限定的だと言えると思うんですね。二つ目のそのエネルギーの制裁については、はい、EU が石油の輸入禁止に動く方向となりましたよね。うん、はい、これもね効果は不透明だと私は思っています。というのはまあよく言われるように。 このインフレだとか、電力不足を招く、あのいわゆるあの返り血を制裁するが浴びますから。これから先、どの程度本当に結束するのか。そもそも日本政府自身が石油については、まだスタンスがふらついている状況なんですよね。で、仮に G7 を中心としたその先進国が結束できたとしても。これ、あのブリックスに属している国っていうのは、どこも今制裁加わってない状況ですから。はい、人口対比で見たら、圧倒的に多い規模で、これエネルギーを買います側に動く。その可能性。 ですからその2本の矢というのは決定打にはならないので3本目の矢が出てくるわけです、ねはいはい、私はこれが一番効くんじゃないかこれはハイテク製品の封じ込めいわゆるあのハイテクの兵糧攻めですね。 これ今ロシアが使っているその現代の兵器というのは例えばもう無人で標的に向かって誘導されていくような兵器ですからこれはもう半導体だとかあるいは通信システムその精密部品こういうものがなくして動かないわけですですからウクライナ側に軍事支援を継続しつつそういうハイテクの兵糧攻めによってロシア側の,その戦力を削いでいくというこれが一番効いていくんじゃないかなと私は思いますただそれも例えば中国などが支援に回るなど、はい、抜け穴があるんではないか 現時点では中国でも例えば先端の半導体だとか、はい、あるいはソフトウェアこういうものは作れないものが多いですですから、まあ、これからあのこの戦争というのは短期で終わることはまずないやはりこう長期的にお互いの我慢比べになるわけですからロシアの,その弱点をしっかり見極めつつ、うんはい、いかにその急所のところを突いていくか結束してこれが大事になると思います急所ハイテク製品ということですね。はいはい イギリスの石油大手シェルが発表した1月から3月期の純利益は、資源価格の上昇などを受けて25.7%の大幅な増益でした。ただ、ロシアからの事業撤退などで生じる費用として42億3500万ドル、およそ5500億円の損失を計上しました。石油ガス開発事業サハリン2関連も中心に減損損失などが生じました。 でででははここここ日のの FOMC FRB FOMC ををを振り返り返まます B はこの F C で政策金利をポイント引き上げることを決定しました通称の2倍にあたる0.5ポイントの利上げは2000年5月以来22年ぶりです。 FRB は、0.5ポイントの利上げで政策金利を年0.75%から1%の間に誘導します。声明文では、ロシアによるウクライナ侵攻や中国でのロックダウン、都市封鎖などの影響を踏まえ、インフレのリスクを強く注視していると明記しました。今後の利上げペースについてパウエル議長は、 今後2回の会合で0.5ポイントの利上げが選択肢にあるとの認識を示しましたその上で市場で観測が高まっていた0.75ポイントの利上げについては慎重な姿勢を示しましたまた FRB はバランスシートの縮小を6月から始めることも決定しました 6月から8月は国債と MBS ・住宅ローン担保証券を合わせて毎月475億ドルを上限に資産を減らします9月以降は毎月950億ドルを上限に縮小を進める方針ですイングランド銀行は5日、政策金利を0.25ポイント引き上げ1%にすると発表しました FRB と同じく高い水準の物価上昇に対応する形です。 利上げは4回合連続でリーマンショック直後のの2009年年以来13年ぶりの高いい水準となっています声明ではほとんどのメンバーの意見として今後、数ヶ月追加の引き締めが適切かもしれないと判断したとしていますロシア軍による包囲が続くウクライナ南東部マリウポリの製鉄所でウクライナ側の部隊は5日、ロシア側が停戦の約束を破り民間人の 退避を許さなかったと訴えましたマリウポリの製鉄所をめぐってはロシアが4日に民間人退避のため日中の戦闘を3日間停止すると発表していましたしかし製鉄所で抵抗を続けるウクライナ側の部隊は血みどろの戦いが続いていると強調した上でロシアが民間人の退避を許さなかったとしてロシアの停戦破りを非難しています こうした中、ウクライナのゼレンスキー大統領は5日に公開したビデオ演説で製鉄所に取り残された民間人の救出に向けロシア側との交渉を続ける姿勢を示しました。一方、ロシア大統領府によりますとプーチン大統領はイスラエルのベネット首相との電話会談で製鉄所からの民間人退避に協力する用意があると述べたということです。 EU ・ヨーロッパ連合は5日、ミシェル大統領とフォンデアライエン委員長が来週訪日し、12日に岸田総理と首脳会談を行うと明らかにしました。両首脳の訪日は、2019年12月の就任後、初めてです。 この会談ではロシアのウクライナ侵攻をめぐりロシアへの制裁やウクライナ支援について協力を確認するとともに覇権的な動きを強める中国への対応についても協議する見通しです北海道の知レト沖で観光船が沈没した事故で第一管区海上保安本部などは今日も行方が分かっていない12人の捜索を続けていますロシアが実行支配するくなしり島周辺の海域まで捜索範囲を広げ 巡視船などが捜索にあたっています海上保安庁は運航会社シレトコ遊覧船の桂田誠一社長から任意で事情を聞くなど安全管理上の過失がなかったか調べていますイスラエル政府によりますとロシアのプーチン大統領はウクライナ南東部マリウポリの製鉄所に取り残されている民間人をめぐり国連などが関与する退避を許可すると約束しました これはイスラエルのベネット首相がプーチン大統領と5日に行った電話会談での発言だということですこの中でベネット首相は民間人の退避実現を求めプーチン大統領は協力する用意があると述べたということです マリウポリの製鉄所には子どもを含む200人以上の民間人が取り残されているとされますが国連の安全保障理事会は5日ウクライナ情勢をめぐる会合を開き民間人を避難させる新たな計画が進行中だと明らかにしました一方ロシアのラブロフ外相が1日に公開されたイタリアメディアのインタビューでヒトラーはユダヤ系だったと発言したことについて イスラエル政府はプーチン大統領が謝罪したと発表しましたおよそ7年ぶりの高い水準となりました総務省がきょう発表した東京特区部の4月の生鮮食品を除く消費者物価指数は101.3で1年前に比べ1.9%上昇しました8ヶ月連続のプラスで上げ幅は2015年3月以来7年1ヶ月ぶりの大きさとなりました これまで物価を押し下げていた携帯電話の通信量を値下げによる効果が一巡したほか、原原油や原材料の価格上昇が影響しましまた。ウクライナ侵攻を続けるロシアをめぐって、岸田総理大臣は、資産凍結の対象となる個人をおよそ140人加えるなど、4項目の追加制裁を発表しました。 ロシアへの新たな追加制裁は資産を凍結する個人をおよそ140人加えるほか輸出禁止の対象となるロシアの軍事団体をさらにおよそ70追加しますまた量子コンピューターといった先端的な物品のロシア向けの輸出を禁止しロシアの銀行の資産凍結対象も追加しますこうした制裁について岸田総理は ウクライナは明日の東アジアかもしれないという危機感を背景に対ロシア政策を転換し毅然とした対応をしていると強調しましたアメリカのバイデン大統領は5日サキ大統領報道官が13日に退任し後任にカリーン・ジャンピエール副報道官を昇格させると発表しました黒人が大統領報道官になるのは初めてで多様性を重んじるバイデン政権を象徴する人事となります バイデン大統領は声明で、ジャンピエール氏について、経験と才能、高潔さがあり、私やこの政権を代弁する力強い声になると強調しました。アメリカの電気自動車大手、テスラのイーロン・マスク CEO が、ツイッター社の買収を完了した後の数ヶ月間、ツイッター社の暫定的な CEO に就く見通しだと、アメリカのメディアが報じました。 21年11月に CEO に就任したアグラワル氏は退任するとみられます一方およそ5兆7千億円に上る巨額の買収資金をめぐりマスク氏が出資者を確保したことが明らかになりましたアメリカオラクルの共同創業者ラリー・エリソン氏など18のファンドや個人からおよそ9300億円を調達するということです 自己資金を減らすことで負担の軽減を図るほか私物化への懸念を払拭する狙いもありそうです日本航空は23年3月期の業績予想について純利益が450億円となり黒字に転換するとの見通しを発表しました黒字は3期ぶりです日本航空によりますと新型コロナウイルスやウクライナ情勢、原油価格の高騰など 経営環境は不透明さを増しているものの、国内の旅客需要はコロナ前の9割程度まで回復すると見込んでいます。同時に発表した22年3月期の決算は、最終損益が1775億円の赤字でした。 ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、4月に沈没したロシア国会艦隊の機関モスクワは、アメリカからの情報をもとにウクライナ軍がミサイル攻撃したことが明らかになりました。アメリカの NBC テレビによりますと、オデーサ南方の国会を航行していた艦船について、ウクライナ軍がアメリカ側に情報提供を求めました。 アメリカ側はモスクワと特定して位置を確認しその後ウクライナ軍がミサイルで攻撃したということですアメリカ国防総省のカービー報道官はウクライナ防衛のための情報は提供しているとした上でウクライナが自ら決定し行動していると強調しましたこうした中ウクライナの政府高官は5日 ロシアのプーチン大統領が戦勝記念日にあたる9日にも東部のドネツクとルハンシクの2つの州を含む実効支配地域の併合に言及する可能性があるとの見方を示しました国民民主党は日本維新の会と共同会見を開き夏の参議院選挙の京都選挙区で維新の公認候補を国民民主党が推薦すると改めて発表しました 参院選の静岡と京都の選挙区をめぐって国民民主党は維新との間で相互推薦を行う方針でしたが合意文書に盛り込まれた政権交代を目指すとの文言などが党内で反発を招き白紙撤回ししていました。今回の選挙は自民党の議席を1つでも減らすベストの選択をさせていただいたと。 国民民主党の前原氏は、自民党の議席を減らすとして、京都選挙区では国民民主党が維新の候補を推薦するとしてしました。東京都が物価高への対策を行います。電気代とか食料品などそこに対して家計をサポートするという形にするようにまあ設計をしていきたい。 東京都の小池知事は今日電気料金や食料品などの値上がりへの対策としてプレミアム付きのデジタル商品券を発行する考えを明らかにしました関係者によりますと予算の規模は100億円を軸に調整していて来月の都議会に提出する補正予算案に盛り込む方向で検討しています東京都で今日新型コロナの感染者が 新たに2681人確認されました先週の金曜日より1212人減って25日連続前の週を下回りました重症者は8人ですまた5人の死亡が報告されました東南アジアを歴訪中の岸田総理大臣は昨日ベトナムのチェン首相と会談しました 伝統的にロシアとの関係が深いベトナムですが、会談でウクライナへの人道支援の実施を表明しました。ベトナム側がウクライナへの人道支援を表明したことについて、岸田総理は今回の外遊の成果だと胸を張りました。ベトナムは初めてウクライナに人道支援を行うということを首脳会談の機会に明らかにしたということ。これは一つ、我々の こうした姿勢や思いに共感してくれた部分ではないかというふうに思いますベトナムは旧ソ連時代からロシアと友好関係にあり国連の非難決議は棄権しロシアへの経済制裁にも加わっていません今回の岸田総理の歴訪に合わせて陳首相は初めてとなるウクライナへの人道支援を表明しました岸田総理もロシアに対しさまざまな理由で G7 主要7カ国と同じ対応を取れない国は相当数あるとした上で主権や領土の一体性を尊重することや力による現状変更は認められないという基本的な考え方について日本がアジアの国々の足並みを揃え連携していくために努力をする姿勢を強調しましたそれぞれの事情を抱える中でロシアや中国とつながりを強めるアジア各国を 側と岸田総理のアジア歴訪は少なくない成果がアメリカのペロシ下院議長は1日ウクライナの首都キーウを訪れゼレンスキー大統領と会談したと発表しましし、し、ままた。ペロシ氏はウクライナ国民に対し戦いいが終わるるるで寄り添続続けけなどと激励し支援をを姿勢を示しました。 またバイデン大統領が議会に要請したウクライナへの330億ドルおよそ4兆3000億円の追加支援の実現に向け取り組んでいると伝えましたウクライナのゼレンスキー大統領は1日南東部マリウポリの製鉄所から100人以上の民間人が脱出したことを明らかにしました。ゼレンスキー大統領はマリリウポリで 初めて2日間の停戦が実現し、民間人100人以上を救出できたと述べ、2日に南部ザ・ポリージャに到着する予定だとしました。退避作業は国連と ICRC ・赤十字国際委員会がロシア・ウクライナと調整して実施していますが、製鉄所には今も民間人や負傷したウクライナ兵がとどまっているとされています。 こうした中ウクライナ東部のドネツク州やハルキウ州ではロシア軍の攻撃が続き民間人8人が死亡したとそれぞれの州知事が伝えました韓国で新型コロナウイルスの感染者が減少傾向にあることから屋外でのマスク着用義務がきょう解除されました解除初日のきょう通勤する人の様子を見ましてもマスクを外している人の姿も見られます 韓国政府は新型コロナ対策として国民に課している屋外でのマスク着用義務を今日解除しました。感染者が減少していることを受けての措置ですが、50人以上の集会やスポーツ観戦のほか、屋内でのマスク着用義務は継続されます。韓国では1日の新規感染者の数がピーク時の3月には60万人を超えましたが、昨日確認された新規感染者は2万人余りとなっています。 今回の解除の判断について10日に発足するユン・次期政権は理解を示しつつ時期焦燥だと批判しています政府は10日に開かれる韓国のユン・ソンユル・次期大統領の就任式に林外務大臣を総理特使として派遣する方向で調整に入りました韓国側からは岸田総理大臣の出席を望む声がありましたが いわゆる元徴用工問題などが解決する見通しが立たないため岸田総理の訪韓は見送ります林大臣はユン次期大統領と会談する予定で新政権の対日政策の姿勢を見極める考えです国民民主党は2日両院議員総会を開き日本維新の会との間で夏の参議院選挙に向けて 京都と静岡の選挙区で合意した相互推薦を白紙にすると決めました。維新との合意文書でございますが、4月20日付で行いましたいわゆる合意文書、まあ、これにつきましては党内手続きが過失が党内手続きに過失があったということで、本日の役員会、全国間そして両院議員総会でこれを白紙ということで。 白紙撤回することを全会一致で決まりました先月20日に両党で合意した文書では国民民主党が京都選挙区で維新公認候補を推薦する一方維新は静岡選挙区で国民民主党推薦の候補を推薦するとしていましたただこの文書の中に両党による政権交代を目指すとの文言があり 国民民主党内から維新との一部選挙区での連携にとどまらず、全体的な連携につながる表現だとして反発が出ていました。このため、国民民主党は党内手続きに問題があったとして、維新に文言の修正を打診しましたが、維新がこれを拒否したため、国民民主党として合意を破棄することを決定しました。これに対し、維新の藤田幹事長は、 国民民主党内のの手続き上の問題で合意文書が白紙になったことは遺憾だ、とするコメントを発表しましまたただ一方で国民民主党は問題があったのは合意文書のペーパーであるとして京都選挙区で維新の後任候補を改めて推薦することも決めましたロシアのラブロフ外相は5月9日の戦勝記念日がウクライナでの特別軍事作戦に関係ないと語りました。 タス通信によりますとラブロフ外相はイタリアのメディアに対し我々の軍の行動は戦勝記念日を含む特定の日に合わせることはしないと主張しましたまた戦勝記念日は例年と同様に厳粛に祝うと述べましたこうした中ウクライナ東部イジューム近郊ではロシア軍制服組のトップが訪れたとアメリカメディアが報じたロシア軍の重要拠点をウクライナ軍が攻撃し およそ200人のロシア兵が死亡したとみられます北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で第一関区海上保安本部は今日運航会社の社長の自宅などを家宅捜索しました業務上過失致死の疑いで家宅捜索をしたのは北海道社里町にある運航会社知床とこ遊覧船の桂田誠一社長の自宅や事務所などで 海上保安本部の職員が段ボールなどを抱えながら事務所に入っていきました業務上貸し会場保安本部は桂田社長ら関係者から事情聴取し運航体制の実態解明を急いでいますサブスクで EV の普及を図りますトヨタ自動車は 定額利用のサブスクリプションサービスで提供する新型の電気自動車 BZ4X の月額料金を8 8220円からにすると発表しました国の補助金を適用した値段で保険料や自動車税などの諸費用も含んでいますが契約時には申し込み金として別に77万円かかります BZ4X はトヨタで初めてとなる量産型の EV です アップルペイに独占禁止法違反の疑いです EU のヨーロッパ委員会は2日アメリカのアップルが決済サービスアップルペイをめぐってライバル企業の参入を妨げているとして日本の独占禁止法にあたる EU 競争法違反の疑いがあると発表しました決済アプリの開発者がアップルの端末内にあるハードウェアなどにアクセスできないようにすることで 競争を阻害しているとしています正式に違反と認定されれば巨額な制裁金を課される可能性があります交絡日和で始まったゴールデンウィーク後半も各地でにぎわいを見せそうです久しぶりのこういう規制のないゴールデンウィークなのでひどい人がすごいなっていう正直びっくりしてます自然のものとか集めて秘密基地とか作りたい 動いたら何がしたい。いっぱい遊びたいです。いっぱい遊びたいです。3年ぶりの行動制限がない。ゴールデンウィークを満喫しようと、東京駅では帰省や旅行に向かう人で混雑していて、東海道新幹線の下りは自由席の最高乗車率が130%となっています。高速道路では関越道下り線が事故と故障者の影響により。 高坂サービスエリア付近で35キロの渋滞同じく下り線、東名高速伊勢原ジャンクション付近で40キロの渋滞となっていますウクライナ南東部マリウポリの製鉄所では依然として多くの民間人が残されているとみられますが退避は難航している模様です製鉄所で抵抗を続ける軍事組織アゾフ連隊は2日 最大で200人の民間人が残されたままだと明らかにしました。ロシア軍による攻撃が続き、退避は難航している模様です。アゾフ連隊の副司令官は退避が進まないと窮状を訴えました。 一方、南部オデーサで2日学生寮や教会がミサイル攻撃を受け1人が死亡しましたロシアの軍事侵攻による民間人の死者は3000人を超えていますロシアのウクライナ侵攻の影響で3週間遅れとなりました日本の e 日本の EEZ 排他的経済水域でのサケマス漁が今日解禁され、前段が北海道根室市の漁港を出港しました。日本の EEZ で漁を行う場合でも、サケマスはロシアの川で生まれたため、ロシアに協力費を支払う必要があり、今年は漁獲量に応じて最大3億円で決着しました。 アメリカの高官はロシアがウクライナ南東部マリウポリの周辺に強制収容所を複数設置し住民を連行していると指摘しました OSCE= ヨーロッパ安全保障協力機構のアメリカのカーペンター大使は2日マリウポリの周辺に強制収容所が4か所設置されロシア軍が制圧した他の地域にも複数あるとの見方を示しました 強制収容所では、ウクライナ政府との関係を疑われた人物は、暴行や拷問を受け、殺害されることもあるということです。また、カーペンター氏は、ウクライナ東部の新ロシア派が支配する地域で、ロシアが併合を画策していると明らかにしました。今月中旬にも、ロシア編入の是非を問う住民投票を強行する計画だとしています。 行動制限のないゴールデンウィークも後半がスタートし、各地の観光地は賑わいを見せています。毎年200万人を集める博多どんたく、3年ぶりの開催となりました。感染対策として沿道での観覧を控えるよう事前に呼びかけられていましたが、 例年より人手は少なめですが、それでも博多の町はまり一色となっています参加者は例年の半分以下となりましたが、多くの人が伝統行事を楽しんでいました一方、山形でも米沢上杉祭りが3年ぶりに開催されました。 川中島合戦を再現したメインイベントを一目見ようとおよそ4万人の観客が集まりました 2>, 2日連続で関係先を家宅捜索しました北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で第1管区海上保安本部はきのうに続いて業務上過失致死の疑いで運航会社が所有する別の観光船 カズ3など関係先を固く捜索しましまた一方、警察などは海底に沈んだ船の内部に初めてカメラを入れて捜索しましたが行方不明者の姿は確認できていないとしています岸田総理が憲法9条の改正に意欲を示しました。国民の命と安全を守るため 真剣に議論を深めていかなければなりません社会が大きく変化する今だからこそ我々は挑戦し続けなければならないのです憲法記念日の今日、岸田総理大臣は憲法改正を訴え,訴える団体が開いた集会に自民党総裁としてビデオメッセージを寄せ憲法九条への自衛隊の明記や緊急事態条項の新設などを盛り込んだ 自民党の会見案4項目について早期の実現が求められると述べ会見に強い意欲を示しました総裁任期中の会見実現に向けて機運を高めたい考えです一方、五憲派の集会に参加した立憲民主党の奥野議員はウクライナ問題を出しにして会見に突き進もうとする姿勢は許せないと会見の動きを批判しました アメリカのバイデン大統領は3日、南部アラバマ州を訪れウクライナに供与している対戦車ミサイル、ジャベリンの製造工場を視察しました。バイデン大統領は工場の従業員を前に演説し、 アメリカはウクライナに5千0機以上のジャベリンを供給することでアメリカ兵を送ることもなく第三次世界大戦を回避できていると述べましたまた、さらなる支援に向け総額およそ4兆3000億円の追加予算を承認するよう議会に訴えましたロシア軍は3日、ウクライナ西部リビウの変電所などをミサイルで攻撃しましたリビウ州知事などによりますと 変電所3カ所が攻撃によって損壊し停電や断水が発生しました市の中心部でもミサイルが着弾した模様ですこうした中ゼレンスキー大統領は南東部マリウポリの製鉄所から退避した156人が3日避難先のザポリージャに無事到着したと発表しました製鉄所には依然200人以上の民間人が残っているということですが ロシア国防省は、ウクライナ兵が体制を立て直したことから攻撃を再開したと主張しました。北朝鮮は今日昼頃、ろ、一発の弾道ミサイルを日本海に向けて発射しました。防衛省によりますと、ミサイルは最高高度およそ800キロで500キロ程度飛翔し、日本の EEZ、排他的経済水域の外に落下したと推定されます。 国際社会の平和と安全安定を脅かすものでありこれ断じて容認はできません岸田総理は北朝鮮を強く非難し政府は大使館ルートを通じて北朝鮮に抗議しました北朝鮮は先月新型戦術誘導兵器と称する飛翔体を発射するなどミサイルの発射を繰り返しています日本の総理として8年ぶりの会談となりました 岸田総理大臣は、日本の総理として8年ぶりにバチカンを訪れ、ローマ教皇フランシスコと会談し、岸田総理の持論である核兵器のない世界の実現に向けて協力することで一致しました。また、ロシアによるウクライナ侵攻について、非道な侵略を終わらせ、平和を取り戻す考えでも一致しました。この後、岸田総理は G7、 主要7カ国のメンバーであるイタリアのドラギ首相とも会談し強力な制裁を実施してウクライナ支援を強化する方針を確認しました船内の様子が公開されました北海道の知床半島沖で観光船が沈没した事故で第一艦区海上保安本部は水中カメラで昨日撮影された船内の画像10枚を公開しました 画像には客室内の様子が複数の角度から撮影されているほか船の左舷と後部にある出入り口付近や船橋の様子も映されていますしかしいずれの画像にも行方不明者と見られる姿は映っていませんでした全米に波紋が広がっていますアメリカの連邦最高裁が人工妊娠中絶を 憲法上の権利と認めた判決を覆す可能性があると報じられたことを受け、中実する権利の擁護を求めるデモが3日各地で行われました。最高裁は報道された多数派意見の総考は本物だと認める一方、最終的な判断ではないとしています。次世代の半導体開発を加速します。 アメリカを訪問中の萩生田経済産業大臣は3日、日米企業が参画する最新鋭の半導体研究施設を視察しましたそれを踏まえ、日米両政府が次世代の半導体開発に向けて新たなタスクフォースを立ち上げる検討に入ったことがテレビ東京の取材で分かりました萩生田大臣は4日以降、アメリカのレモンド商務長官らと面会し 次世代の半導体開発について協議した上で、経済安全保障を強化する共同声明を発表すする見通しですアメリカを訪れている岸防衛大臣は4日、ワシントンでオースティン国防長官と会談し、抑止力などの強化を早急に具体化させる方針で一致しました。日米同盟の抑止力対処力対を強化すすることはままなしであります 岸大臣とオースティン国防長官は、中国の威圧的行動を抑止し、必要なら対処するための連携を強化すると申し合わせました。オースティン国防長官は、日本の防衛について、核と通常兵器を含むあらゆる軍事能力による拡大抑止への決意を再確認すると明言しました。また、北朝鮮に対しては、日米韓3カ国で緊密な連携を取ることを確認しました。 アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会は4日 FOMC 連邦公開市場委員会で22年ぶりとなる0.5%の利上げを決めました Today, 利上げは2回連続で通常の2倍となる0.5%の大幅な引き上げは 2000年5月以来22年ぶりとなりますまた FRB の保有資産の縮小も6月に開始し記録的な物価高の抑制へ金融引き締めを一気に加速する方針です大幅利上げと量的引き締めと呼ばれる資産縮小の同時決定は異例です日米の金利差が拡大し円安が進むと日本の消費者がさらなる輸入品の値上がりに直面する可能性もあります ロシア軍による激しい攻撃が続くウクライナ南東部のマリウポリで、ロシア国防省は4日、製鉄所にいる民間人の退避に向け、3日間の停戦を発表しました。ロシア国防省は声明で、戦闘停止はロシア指導部の決定によると説明した上で、製鉄所内にいる民間人退避に向け、3日間、日中は停戦すると発表しました。 一方、製鉄所に立てこもるアゾフ連隊の司令官は4日、製鉄所では、血みどろの戦いが繰り広げられていると訴えましたこうした中、ロシアのペスコフ大統領報道官は、プーチン大統領が9日に戦争へ拡大するとの見方について、ありえないと述べ、否定しました。昨日、新たたに人の骨のの骨ようなものと黒っっぽい衣類が見つかった山梨県道志村では 今日も40人体制での捜索が続いています昨日見つかった衣類は黒っぽい長袖のハイネックで2019年に行方不明になった小倉美咲さんの当時の服装と特徴が似ていることから警察が関連を調べています知床沖の観光船事故行方がわからない12人の捜索は難航しています今日午前に始まった海上自衛隊による水中カメラ調査は 天候不良で中断されましたこうした中第一管区海上保安本部は3日に警察が船内に侵入させた水中カメラが撮影後に操作不能となり回収できなくなっていると明らかにしました船内の突起物にケーブルが引っかかった可能性があるということです 3年ぶりの新型コロナによる行動制限がないゴールデンウィークをふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュがピークを迎えています日本道路交通情報センターによりますと高速道路の上り線は午後4時半現在東名高速道路円のトンネル付近で20キロ関越自動車道高坂サービスエリア付近で38キロ 東北自動車道羽生パーキングエリア付近で28キロの渋滞となっています一方、東海道新幹線の上りは午後一部の列車で指定席の予約が満席となりました午後4時半までの自由席の乗車率は最大で120%となっています久しぶりにこう羽根が昇せたかなというか、まあただ人は多いですよね ちょっとゆっくりできればよかったですね,ですねまた日本航空と全日空によりますと羽田に到着する国内線は予約率が80%を超えているということです地日派の起用が有力となっています韓国のユン・ソンニョル次期政権が駐日大使として政治学者のユン・独民氏を検討していることがわかりました 韓国メディアは事実上内定しているとも伝えていますユン・ドクミン氏は日本語も堪能な日本通で先月には政策協議団の一員として岸田総理大臣とも面会しています国務長官が新型コロナ陽性ですアメリカ国務省はブリンケン国務長官が4日新型コロナウイルス検査で陽性になったと発表しました 継承のため自宅で仕事を続ける予定だということですまたバイデン大統領とはここ数日間対面での接触はなかったとしています一方5日に予定されていた対中国戦略に関する演説は延期となりました輸入規制が撤廃される見通しですイギリス政府は4日 東京電力福島第一原発事故後に導入した福島県産食品の輸入規制を来月末までに撤廃すると明らかにしましたイギリス政府は福島産のきのこ類や一部の水産物など9県の延べ23品目を輸入する際に検査証明書の提出を義務づけていましたロシア産の石油について協議する可能性があります アメリカのバイデン大統領は4日、ロシアへの追加制裁について、週内に G7、主要7カ国の首脳と協議することを明らかにしました。EU ・ヨーロッパ連合が追加制裁案として発表したロシア産の石油の輸入禁止などが議題となる可能性があります。半導体の安定供給などに向け連携を強化します。 アメリカを訪問中の萩生田経済産業大臣は4日バイデン政権の閣僚と相次いで会談し半導体開発の強化やサプライチェーンの強靭化に向けた基本原則で合意しました日米が半導体に関して政府レベルで協力体制を構築するのは初ですまた有事の際の半導体不足に備えてホットラインを新設するなど両国間の供給体制の強化も進めます うん、今のニュースあの、山川さん、日米の間で、はい、その先端半導体、この技術協力を進めていくということですけれども、これはどういうふうに見ればいいんでしょうかあの私はあの半導体というのは、はい、ロシアへの制裁を考える上でも鍵を握っていると思ってるんですね。でこれまであの西側諸国というのは あの主に3種類の経済制裁をかけてきている、まあ、いわば3本の矢なんですけれども、はい、その中でまず着手したこの金融の制裁ですねこれについてはロシア側の,この通貨防衛策によって今のところこのルーブルが根を戻してきてますからやはりその効果は限定的だと言えると思うんです、ね、2>, 2つ目の,そのエネルギーの制裁については、はい、EU が石油の輸入禁止に動く方向となりましたよね。うんはい、これれも、ね、効果ははは不透明だとと私は思っていいますううのよ、まあ、よく言われるように このインフレだとか、電力不足を招く、あのいわゆるあの返り血を制裁するが浴びますから、これから先どの程度本当に結束するのか。そもそも日本政府自身が石油についてはまだスタンスがふらついている状況なんですよね。で、仮に g7 を中心とした。その先進国が結束できたとしても、これあのブリックスに属している。国っていうのはどこも今制裁加わってない状況ですから、人口対比で見たら圧倒的に多い。規模でこれエネルギーを買います。側に動くその。 ですからその2本の矢というのは決定打にはならないので3本目の矢が出てくるわけですね、はいはい、私はこれが一番効くんじゃないかこれはハイテク製品の封じ込めいわゆるあのハイテクの兵糧攻めですね。 これ今ロシアが使っているその現代の兵器というのは例えばもう無人で標的に向かって誘導されていくような兵器ですからこれはもう半導体だとかあるいは通信システムその精密部品こういうものがなくして動かないわけです。ですからウクライナ側に軍事支援を継続しつつそういうハイテクの兵糧攻めによってロシア側の,その戦力を削いでいくというこれが一番効いていくんじゃないかなと私は思いますただそれも例えば中国などが支援にもあるなど、はい、抜け穴があるんでは 現時点では中国でも例えば先端の半導体だとか、はい、あるいはソフトウェアこういうものは作れないものが多いですですから、まあ、これからあのこの戦争というのは短期で終わることはまずないやはりこう長期的にお互いの我慢比べになるわけですからロシアの,その弱点をしっかり見極めつつ、うんはい、いかにその急所のところを突いていくか結束してこれが大事になると思います急所、ハイテク製品ということですね。はいはい イギリスの石油大手シェルが発表した1月から3月期の純利益は、資源価格の上昇などを受けて25.7%の大幅な増益でした。ただ、ロシアからの事業撤退などで生じる費用として42億3500万ドル、およそ5500億円の損失を計上しました。石油ガス開発事業サハリン2関連を中心に減損損失などが生じました。 でででははここここ日のの FOMC FRB FOMC ををを振り返り返まます。B はこの F C で政策金利をポイント引き上げることを決定しました。通称の2倍にあたる0.5ポイントの利上げは2000年5月以来22年ぶりです。 FRB は0.5ポイントの利上げで政策金利を年0.75%から1%の間に誘導します。声明文では、ロシアによるウクライナ侵攻や中国でのロックダウン、都市封鎖などの影響を踏まえ、インフレのリスクを強く注視していると明記しました。今後の利上げペースについてパウエル議長は、 今後2回の会合で0.5ポイントの利上げが選択肢にあるとの認識を示しましたその上で市場で観測が高まっていた0.75ポイントの利上げについては慎重な姿勢を示しましたまた FRB はバランスシートの縮小を6月から始めることも決定しました 6月から8月は国債と MBS、住宅ローン担保証券を合わせて毎月475億ドルを上限に資産を減らします。9月以降は毎月950億ドルを上限に縮小を進める方針です。イングランド銀行は5日、政策金利を0.25ポイント引き上げ1%にすると発表しました。FRB と同じく高い水準の物価上昇に対応する形です。 利上げは4回合連続でリーマンショック直後のの2009年年以来13年ぶりの高いい水準となっています声明ではほとんどのメンバーの意見として今後、数ヶ月追加の引き締めが適切かもしれないと判断したとしていますロシア軍による包囲が続くウクライナ南東部マリウポリの製鉄所でウクライナ側の部隊は5日、ロシア側が停戦の約束を破り民間人の 退避を許さなかったと訴えましたマリウポリの製鉄所をめぐってはロシアが4日に民間人退避のため日中の戦闘を3日間停止すると発表していましたしかし製鉄所で抵抗を続けるウクライナ側の部隊は血みどろの戦いが続いていると強調した上でロシアが民間人の退避を許さなかったとしてロシアの停戦破りを非難しています こうした中、ウクライナのゼレンスキー大統領は5日に公開したビデオ演説で、製鉄所に取り残された民間人の救出に向け、ロシア側との交渉を続ける姿勢を示しました。一方、ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領はイスラエルのベネット首相との電話会談で、製鉄所からの民間人退避に協力する用意があると述べたということです。 EU ・ヨーロッパ連合は5日、ミシェル大統領とフォンデアライエン委員長が来週訪日し、12日に岸田総理と首脳会談を行うと明らかにしました。両首脳の訪日は2019年12月の就任後、初めてです。 会談ではロシアのウクライナ侵攻をめぐりロシアへの制裁やウクライナ支援について協力を確認するとともに覇権的な動きを強める中国への対応についても協議する見通しです北海道の知床沖で観光船が沈没した事故で第一管区海上保安本部などは今日も行方が分かっていない12人の捜索を続けていますロシアが実行支配するくなり島周辺の海域まで捜索範囲を広げ 巡視船などが捜索にあたっています海上保安庁は運航会社シレトコ遊覧船の桂田誠一社長から任意で事情を聞くなど安全管理上の過失がなかったか調べていますイスラエル政府によりますとロシアのプーチン大統領はウクライナ南東部マリウポリの製鉄所に取り残されている民間人をめぐり国連などが関与する退避を許可すると約束しました これはイスラエルのベネット首相がプーチン大統領と5日に行った電話会談での発言だということですこの中でベネット首相は民間人の退避実現を求めプーチン大統領は協力する用意があると述べたということです マリウポリの製鉄所には子どもを含む200人以上の民間人が取り残されているとされますが国連の安全保障理事会は5日ウクライナ情勢をめぐる会合を開き民間人を避難させる新たな計画が進行中だと明らかにしました一方ロシアのラブロフ外相が1日に公開されたイタリアメディアのインタビューでヒトラーはユダヤ系だったと発言したことについて イスラエル政府はプーチン大統領が謝罪したと発表しましたおよそ7年ぶりりの高い水準となりました。総務省がきょう発表した東京特区部の4月の生鮮食品を除く消費者物価指数は101.3で1年前に比べ1.9%上昇しました8ヶ月連続のプラスで上げ幅は2015年3月以来7年1ヶ月ぶりの大きさとなりました これまで物価を押し下げていた携帯電話の通信量値下げによる効果が一巡したほか原原油や原材料の価格上昇が影響しましまた。ウクライナ侵攻を続けるロシアをめぐって岸田総理大臣は資産凍結の対象となる個人をおよそ140人加えるなど4項目の追加制裁を発表しました。 ロシアへの新たな追加制裁は資産を凍結する個人をおよそ140人加えるほか輸出禁止の対象となるロシアの軍事団体をさらにおよそ70追加しますまた量子コンピューターといった先端的な物品のロシア向けの輸出を禁止しロシアの銀行の資産凍結対象も追加しますこうした制裁について岸田総理は ウクライナは明日の東アジアかもしれないという危機感を背景に対ロシア政策を転換し毅然とした対応をしていると強調しましたアメリカのバイデン大統領は5日サキ大統領報道官が13日に退任し後任にカリーン・ジャンピエール副報道官を昇格させると発表しました黒人が大統領報道官になるのは初めてで多様性を重んじるバイデン政権を象徴する人事となります バイデン大統領は声明で、ジャンピエール氏について、経験と才能、高潔さがあり、私やこの政権を代弁する力強い声になると強調しました。アメリカの電気自動車大手、テスラのイーロン・マスク CEO が、ツイッター社の買収を完了した後の数ヶ月間、ツイッター社の暫定的な CEO に就く見通しだと、アメリカのメディアが報じました。 21年11月に CEO に就任したアグラワル氏は退任するとみられます一方およそ5兆7千億円に上る巨額の買収資金をめぐりマスク氏が出資者を確保したことが明らかになりましたアメリカオラクルの共同創業者ラリー・エリソン氏など18のファンドや個人からおよそ9300億円を調達するということです 自己資金を減らすことで負担の軽減を図るほか、私物化への懸念を払拭する狙いもありそうです。日本航空は、23年3月期の業績予想について、純利益が450億円となり、黒字に転換するとの見通しを発表しました。黒字は3期ぶりです。日本航空によりますと、新型コロナウイルスやウクライナ情勢、原油価格の高騰など、 経営環境は不透明さを増しているものの国内の旅客需要はコロナ前の9割程度まで回復すると見込んでいます同時に発表した22年3月期の決算は最終損益が1775億円の赤字でした ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、4月に沈没したロシア国会艦隊の機関モスクワは、アメリカからの情報をもとにウクライナ軍がミサイル攻撃したことが明らかになりました。アメリカの NBC テレビによりますと、オデーサ南方の国会を航行していた艦船について、ウクライナ軍がアメリカ側に情報提供を求めました。 アメリカ側はモスクワと特定して位置を確認し、その後、ウクライナ軍がミサイルで攻撃したということです。アメリカ国防総省のカービィ報道官は、ウクライナ防衛のための情報は提供しているとした上で、ウクライナが自ら決定し行動していると強調しました。こうした中、ウクライナの政府高官は5日。 ロシアのプーチン大統領が戦勝記念日にあたる9日にも東部のドネツクとルハンシクの2つの州を含む実効支配地域の併合に言及する可能性があるとの見方を示しました国民民主党は日本維新の会と共同会見を開き夏の参議院選挙の京都選挙区で維新の公認候補を国民民主党が推薦すると改めて発表しました 参院選の静岡と京都の選挙区をめぐって国民民主党は維新との間で相互推薦を行う方針でしたが合意文書に盛り込まれた政権交代を目指すとの文言などが党内で反発を招き白紙撤回ししていました。今回の選挙は自民党の議席を1つでも減らすベストの選択をさせていただいたと。 国民民主党の前原氏は、自民党の議席を減らすとして、京都選挙区では国民民主党が維新の候補を推薦するとしてしました。東京都が物価高への対策を行います。電気代とか食料品などそこに対して家計をサポートするという形にするようにま設計をしていきたい。 はい、東京都の小池知事は今日電気料金や食料品などの値上がりへの対策としてプレミアム付きのデジタル商品券を発行する考えを明らかにしました関係者によりますと予算の規模は100億円を軸に調整していて来月の都議会に提出する補正予算案に盛り込む方向で検討しています東京都で今日新型コロナの感染者が 新たに2681人確認されました先週の金曜日より1212人減って25日連続前の週を下回りました重症者は8人ですまた5人の死亡が報告されました